皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はファイナルファンタジー7リバースのファミ通紹介をしていきたいと思います。おなじみの召喚獣も満を持して参戦します。タイタン、大地の力を操りながらフィールドを激動させる岩の巨人です。敵を激しく殴りつける物理攻撃や範囲攻撃を得意とします。岩石投げは巨大な岩石を投げつけて周辺の敵全員を衝撃に巻き込みます。帰還時に放つ大地の怒りは地底から巨大な岩柱を呼び起こす強力な魔法攻撃です。クジャタ、フィールドを素早く駆け回り炎、氷、雷の3つの属性を操る猛牛のような召喚獣です。荒ぶる衝動で突進しての物理攻撃や3属性に紐づいた魔法攻撃が得意です。イグナイトホーンは炎属性の攻撃で火炎の弾を放って敵を吹き飛ばします。帰還時に放つトライディザスターは炎、氷、雷の3つの属性すべてを持った強力な攻撃です。バハムート怪は真紅の皮膚に身を包む巨大な竜の召喚獣です。連続攻撃を得意として腕にエネルギーをまとわせたり魔法を用いて敵を攻撃します。ヘビーストライク怪は着弾後に拡散する2つの魔法弾を放って敵をまとめて壊滅します。帰還時に発動するギガフレアは翼から魔法を放射した後に翼と口の3点から凄まじい破壊力を持つ攻撃を放って敵を焼き尽くします。フェニックスは炎をまとわせた翼を羽ばたかせてフィールドを飛翔する美しい不死鳥です。炎の羽をひらめかせて火炎で周辺を攻撃するほか、回復効果を持つバフを付与することもできます。アレイズは戦闘不能になった味方を復活させて HP を全回復させることができます。帰還時に放つ転生の炎は仲間を回復して地上に落ちた炎の歯がフィールドを灼熱の豪華で包んで炎から転生したフェニックスがとどめの一撃を与えます。召喚マテリアを装備することで呼び出せる召喚獣は呼び出した召喚獣は自動で敵と戦ってくれますが、プレイヤーがアビリティを選択して指示を出すことも可能です。帰還時には強烈な必殺技を放って戦況を大きく変えてくれるほどのパワーを持ちます。といった感じの4体の召喚獣です。他にもまだ隠された能力があるかもしれませんね。というわけで今回はこの辺で、ファイナルファンタジー7リバースのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。